メイウェザー選手と会ったときすぐ分かりましたか？どんな顔になったか再現してほしいです。メイウェメイウェザーをザー、見た見た瞬間瞬の間、顔。見た瞬間の顔は、本当か？って感じですかね。どんな顔だった？全然そんな顔じゃなかったですね。たまっちゃうよね、でも。泡でも、凍りついてました。いや、来ましたね、マジで。やばいぞ。まず、メイザーに会ったのは昨日か。そう、だよ昨日。ね。で、まず、一昨日に、急に、榊原さんに、ちょっとここに来てくれっていうのを言われまして、で、そこに行ったら UC 本社だったんですよね。で、今から、デイナー・ホワイトさん、UC の社長に、話があるんだけど、で、そこで、まあ、会のことも紹介したいから、一緒に行くぞって言われて、でも俺何も聞いてなかったから、なんかどういうことかわけわかんないけど、まあ、とりあえず、行ったら、もう普通に、UC の社長とかも偉い人がたくさんいて、で、まあ、榊原さんが、なんか、俺のことを、日本で、まあ、すごい人気のファイターなんだよっていう、なんか、まあ、榊原さんのお気に入りの、選手なんだよみたいな感じでね、すごい、ダナホワイトに、紹介してくれて、で、まあ、そうしたら、今すぐ契約しようみたいな話になって、まあ、これはちょっと動画撮ってるんで、詳しく言わない方がいいのかな。そうだそうだね、ね。ちょっばっと、ちり撮ってあこるれね。も、UC、UC じゃなくて、YouTube で、しっかり、動画撮ってるんで、そちらを、してほしいんですけど。なんかね、UC でも今すぐでも、契約するよっていうのを言ってくれて。で、まあ、隣にその、UC の社長の右腕の、なんか弁護士の方。で、リアクションを持ってこようかみたいな話になって、もう、やばってなって。まあ、そう。なんで、まあ、これはちょっと、詳しくは動画を見てもらいたいんですけどね。まあ、とにかく、タイミングで、UFC の契約はさせてもらえるみたいなことは言われましたね。なんで、近々、そしたら UFC にさ、ことになるかもしれないので、ここはちょっと期待しててください。はい、オッケー。俺トントンしてた。うん、トントンしてる。すいません。読んでいきますか、止まってるやつ。いや、でもすごいことですよね。もう僕も急遽で呼ばれて、本当に、わけわかんなかった。そう、それで、その次の日に、今度はまた榊原さんが、ちょっとここに来てくれ、みたいな感じで、榊原さんにまた呼ばれまして、で、行ったら、なんとメイウェザーのジムだったんですよ、その住所が。本当に何も聞かせてくれないんだよね、その榊原さん。で、ちょっと 会にサプライズとか言って、今からメイウェザーが来るから待ってて。そしたら本当にメイウェザー来て、で、そこで、メイウェザーがミットを持ってくれるから、持ってなんかいろいろ俺にアドバイスをくれるから、まあ、それも YouTube 撮っていいよみたいなことを言ってくれて。で、待ってたんですけど、まあ全然違う展開になりまして、なぜか、そこの、メイウェザーのジムの選手とスパーリングをすることになりまして、ああ、そちらもね、ちょっと、YouTube に撮ってるんで、詳細は YouTube の方で見てもらいたいんですけど、マジですごい展開になりました。なんかめちゃめちゃ、メイウェザーのジムで期待のほう、言われてるスパーリングをしたんですけど、ボクシングスパで。
結構やられましたね。めっちゃ強かったですね。めっちゃ強かったね。やられて今顔とか結構腫れてると思うんですけど、これ見えるかな。あざだらけだもんね。まあこれはそのボクシングだけじゃなくて練習でもっていうのがあるんですけど、うん、まあでも本当にね、貴重な体験をもらってます。Move, move, 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 move
Good job, Jeremy. Good job. Good job.